国立国王研究所の歌手の和歌子と申します。日本語日常会話コーパスの中ゴンでの操作を説明いたします。まず、4つある検索方法のうち、単体検索を使ってみましょう。はじめに、所持形、出現形となっているこのままで、すごいを検索してみます。所持形、出現形というのは、天気テキストそのものなので、えー、すごいという同じ形がヒットしたものだけが出てきます。 1334件です実際の用例には「すごかった」とか「すげえ」とか違う形の「すごい」もあるのですがここではヒットしていません。それらを一度で検索するには同じ表記のものしかヒットしない「所持形検索」ではなく「見出し語」に相当する「ごい層で検索をする必要がありまますすすごごいいいののの場合は漢字表記のすごいの語彙層でまとめられています。 では実際に語彙層を使って検索してみましょう。所持形出現形を語彙層に変えて漢字表記に変えます。はい、そうすると先ほどより増えて1744件になりました。ですごくあるいはすごとかすんごいですとかすげえとか出てきています。で実際の発音はまた違ってましてここの発音にチェックをすると発音を確認することができるんですけれども 例えば2番目のすごいはすっごいあるいはすごーっとなってるこういったことを確認することができますで音を聞くこともできますので試してみてください続けて同じこのいそうで良いを検索してみます良いも日常会話ではいろいろな形で使われてまして良、まあ、くなかったねいい一家良かった こんな形でね、いろいろと出てくることが確認できます。続けて研究所。えこれは失敗してしまいます。というのは単単位検索っていうのは単単位に切れた状態で検索しないといけないんですが、これ実は2単単位なんですね。で、こうわからないときは単単位は関係なく検索できる文字列検索を使ってみてください。 研究所で検索するとあ、確かに研究と序で切れてることがわかりますこのようにして文字列検索で一単単位が分かればより単単位検索の活用幅も広がりますこの序は全部まあ伸ばすか伸ばしてないかの違いはありますが序ですねで、これ序って読むときもあるよな。あ、じゃあ今度 いろいろな何とか書なのか何とか書なのかを調べたいってなった時はまたこの単体検索を使ってみます。でごいそ書だけで検索するとところっていう場合も出てくるのでここで単体の条件の追加でごいその読みは書というのを入れますね。書も書ものの方に統一されれてますので書を入れますす。でで、を入 こののつ前に半角パーセントを入れますでこれは何かというと文字列検索の方に説明があったんですが任意の文字列を表します他にも使えるものはあるんですけれどもでこれは実は単体検索でも使うことができます。その時にですねこのキーのところにその1つ前の調べたものも入った方が見やすいと思うので。 えー、キーと結合して表示にチェックを入れますこれで検索をします、えー、営業所、事業所、所、所、所ですね、えー、集会所、脱衣所、印刷所こんな風に何とか所なのか何とか所なのかを一度に検索することもできます次に全部の条件をきれいにしたいときはこの条件クリアという のククリッししてください新しい新検索をすすることができますで続けて、えー、例えばですね日常会話のコーパスは表記の揺れがないので、えー、所持形出現形のままでもあのいちいちご一緒に変えなくても検索することは、まあ、大体できます。で漢字っていうのでなんとかな漢字っていうなんとかなってどんなのがあるかっていうのを例えば調べてみたい場合を説明します。 2つ前に出すんですけれども、えっ、ー、とここに品詞で。形状詞いわゆる形容動詞はこの中、納語では形状詞という名前がついています。で、ここに名を入れます。なんとかな感じでキーとして結合してっていうのをチェックをして検索をしてみます。 しとやかな感じとかボロボロな感じまあそういったものを検索することができますもう一回クリックすると自然な感じ静観な感じ嫌な感じこういったものがわかりますでは漢字の前に形容詞が来るもの でこれは連体形としてしてみましょう。はい、形容詞の連体形が漢字に来るものを検索をしてみます。まあ、いい感じ、香ばしい感じ、酸っぱい感じ、近い感じ、辛い感じっていうのが分かりました。まるまる感っていうのを調べてみたいっていうのをやってみます。 えー、さっきのパーセントを使って半角パーセントを入れて間で検索をしてみますそうすると1単単位の中の○○感が検索できるんですね。感、えー、感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 。体共実さらに1つ前の単単位と組み合わせて○○感を調べたいきはこのパーセントを外して。 でさっきのようにここにパーセントつける方法もありますしもう一つですねこっちをキーにしてキーの条件を指定しないっていうやり方もありますキーの条件を指定しないで検索したいで結合して表示これでも検索ができますはいえー、ワクワク感サイズ感サイズ感結構取れてますね 最近の出てきた言葉だと思うんですけど解、ね、放感違和感遊ぶ感透明感空気感、まあ、いろんな感が出てくることがわかりますで最後もう一つですね検索方法で今いろいろ検索してたんですけれどもすべて履歴が残ってます履歴で検索っていうのも使えます。 パーセントと間の組み合わせ検索と同じ条件を使って敵を検索してみます。右側の編集して検索をクリックします。そして検索条件方式の中のパーセント間のところをパーセント敵に変えます。出てくるのは公的か端的目的ですね。これだけあるっていうのがまずはわかります。 でもう1回履歴で検索でキーワードを指定しないっていうパターンでここのさっき「かんでやった」のを的に変えてみます。機械的基本的,私的,私的、まあたし的うち的こういったものを見つけることができます。 一通りあの検索はあのこんな感じでできるので、ぜひいろいろな検索を試してみてください。続けて検索結果をダウンロードし、集計する方法を説明します。ご一層、本当を検索してみてくださいえ。本当は漢字で本当と転記するところと、ひらがなで本当と転記しているところとあります。合わせてダウンロードします。 左下に CSV ファイルが出来上がりました。ダブルクリックします。エクセルが起動してるんですが中身はまだ CSV ファイルというテキストファイルです。これを最初に名前を付けて保存で「ExcelBook」にします。例えばわかりやすく「本当」って名前にしましょう。 この必ず拡張子が Excel になっていることを確認してください。そうしないとこの後する操作が保存できないということになります。では、ピボットテーブルというのを使って集計をします。全体を選択します。挿入。ピボットテーブルをクリック。OK をクリック。えー、所持計にチェックを入れます。 え本当本当が出てきましたでこの左でクリックしたまま右下に持ってきて値のところで離しますこれで集計ができましたでさらにですね年齢を出してみましょう年齢にチェックを入れます年齢の内訳が出ました今度はこれを表にすることをしていきましょうコピーをしてシートを増やします新しいシートで作っていきます 1> 値一二三、これで貼り付けます。でピボットの関係で五から九歳というのがここに入ってきてしまうので。最初にこれを切り取って。ここの正しい位置に入れ直してください。切り取ったセルの挿入です。で今度はこれを。あの表にしていくんですけど。左側に出てるのは。あの五数表です。でこれを使ってやりたいと思います。でこの。 内訳を使うのが分かりやすいと思うのでここをコピーをして持ってきてあとで,で使うのでこれも持ってきます語数ですねそれぞれの年代の元々の日常会話の語数ですで、今そのまま貼り付けると失敗してしまうんですけど関数がそのままコピーされるので1,2,3ここも値にしますそうするとこのまま値がコピーできます 経線を入れておきましょうかでこれを使ってここにこの素頻度をまとめていきたいと思いますここはトントって入れておきましょうえ、重大化はここの合計なんですねで、それをするときにこの オートサムっていうこれをクリックして範囲をドラッグしてエンターを押すと入りますまたここをクリックして20代の範囲、えー、またクリックして30405060 で、最後70代以上ですね。70以上で、はい、できました。で、これが素頻度表と言われるものになります。で、今度はグラフを書くときには調整頻度を出します。素頻度はこの個数が20代の個数、例えば60代の個数、 違いますよね。そうするとこの百三十五と百三十三の意味が違うんです。こちらの五数をすべて百万ごに揃えたその数字を出す、それを調整頻度と言います。え具体的にはここに数式を入れます。半角のイコールで六十二割、クリックして、まあ、H 三が入りましたね。でスラッシュ割り算スラッシュでここをクリックします。 e ーサが入りました。で、アスタリスクで百一二三四百万、えー。もし。十代以下が百万後のコーパスだったら。二千百十五回。ひらがなフォントが出てきた。ということになります。で、あとは、これをコピーすると、同じような言葉。ここに。入ります。そうすると。比べることができます。で、先ほどの二十代の百三十五は。 1330回60代の133は実は2131回に相当するということがわかりますまた表示を戻しましょうはいで今度はこれでグラフを変えてみます挿入ここのこの縦棒のこれを使ってみましょうはいこれが 本当ですね。なまな、あ、ぜか20代がちょっとへこんだ形で出来上がりました。で同じようにやっていくんですけれども、実はすでに作ってあるので、Excel ファイルを切り替えます。えー、漢字のフォントだとこういう形になりました。で例えばですね、これをここにえっ、ー、とこれもまた与えで。 値でコピーするのを忘れないようにしてくださいね関数が入っているので値でコピーをしてでこういう表を作ってこれでグラフを書くこともできます そうすると、まあ、全体的にはやっぱりほとんど本当が多いんですけど、まあ、その「本当」っていう風に発音しているものがそれぞれまたどれぐらい年代別にどういう風にあるかっていうのを一度に見ることもできます。で似たような言葉で「マジ」っていうのがあるのでその結果も作ってみたんですけど「マジ」はもう見事に10代20代が多くて30代から一気に少なくなります。右肩下がりりになりましたで。嘘っていうのが なぜかか代が多かったんですね。こんななグラフになりましたで。これを全部合わせてまたこういう表を作って1つのグラフにまとめるとこのようになります。で全体的にはなんとなく同じような高さにはなってくるんですけど、まあ、内訳はまあ10代20代がまあマジが多いですとかこうやって見ると「本当」っていう使うのがこの辺にあるのが目立ったりとか、まあ、あの全体であの傾向をつかむことができます。でこのように、 まあ集計をして表にまとめグラフを書いて分析をするということで活用してみてください。